い、こんにちはにゃです。ってことで、環境最強オメガモンの最強テンプレ編成紹介やっていこうと思います。行くダンジョンは新しい最高難易度ダンジョン10億チャレンジでございます。ただ、新しい最高難易度といってもですね、オメガモン自体が数世代先の性能してますから、ダンジョンの難易度がまだオメガモンについてきてません。オメガモンが強すぎてめっちゃ楽に勝てます。やはりオメガモン、他リーダーと比べてもぶっちぎりで頭16個は抜けて強いリーダーでございますね。ほんと数世代先の性能って感じでございます。で、その10億チャレンジなんですけど、どういうダンジョンかと言いますと、長寿力2000分の1ですね。かなり長寿力強いです。で、称号チャレンジかつランク経験値10億のめちゃくちゃうまいダンジョンとなってます。オメガモンいれば楽勝なんでやらなきゃ損って感じですね。まあ、とにかくオメガモンが強いです。ということで、最強テンプレ編成紹介の方やっていこうと思います。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。特に高評価してくれると嬉しいです。これからもオメガモン編成ガンガン投稿しようと思ってます。オメガモンテンプレ助かりますって方、オメガモンもっと編成見たいですって方、ぜひとも高評価よろしくお願いいたします。それでは早速編成紹介やっていきましょう。まずはリーダーオメガモン、ぶっ壊れリーダーでございます。四つ消しするたび無限倍率無限コンボ加算ですね。今回超重力2000分の1ですが、余裕でカンストします。そして 81% 軽減の超高耐久ですね。今回ボスの半分が1000万とかきます。かなりダメージもインフレしてるんですけど、それでもね、受けれちゃいますと。で、固定1000万ダメージ持ってます。スキルが強いですね。こちら、はい、先制ループのスキルになっておりまして、さらにギミックループになっております。2ターンの間、ダメージ無効貫通、ダメージ吸収。これがループするんで、常時無効貫通、ダメージ吸収状態。そして上限解放が200億解放。そして次のターンが400億解放。つまり600億、1200億とループしていくぶっ壊れキャラでございます。火力高いんで、今回のダンジョン、最高難易度ダンジョンにも関わらず、ワンパンする、もしくはわざと耐久するの2択ですね。火力足りなくて2パンするとかはありません。全部ワンパン。使用止めもワンパンできるけど、まあ、ちょっとスキル貯めたいから、わざと火力出さないとかもできます。四つ消しなきゃ火力出ないんで、耐久もすごい楽だし、ほんと強いですね、リーダーがね。はい。こちら、生成ループで今回も使っていきます。潜在は、まずね、これ、フレンド側なんですけど、属性吸収潜在。で、超覚醒 FV つけてます。スキブ結構ね、欲しいので、今回の編成。スキブもし足りない場合は、超覚醒スキブに変えても全然問題ないです。超重力2000分の1なんですけど、とにかく無限倍率ですから、そんな関係ありません。はい。ということで、オメガモンリーダーです。そして、その相方となるのがこちらでございます。同じく交換可能でございます。タケルですね。はい。指15秒固定リーダーで、今回指現象が多いダンジョンでもあるので、指固定ありがたいですね。そして、3色で半減です。まあ、つまり、火、水、光、絶対消すリーダーですから、もう勝手に、軽減スキルは発動、軽減のリーダースキルは発動すると。で、固定500万ダメージ持っていて4コンボ重なって高倍率ですと。まあ倍率はね、相方が無限倍率ですからあんま関係ありません。はい。で、こちらがルーレットループ、自動回復ループ、上限解放ループとなっております。まあ、特にこの自動回復と、あとルーレットが偉いですね。今回かなり回復現象とかも食らうんですよ。で、あえて回復現象を返せず突破するなんてこともできるんですよね。それはなんでかっていうと、この自動回復があるからでございます。はい。あとまあルーレットループはやっぱシンプルに強いですね。結構知恵も来て、生成ループが途切れたりするんですけど、タケルのルーレットループのおかげで、崩れずね、乱れずに突破できるとかも結構ありますから、これはね、タケル今回大活躍でございます。あと地味にこれ、雲と暗闇耐性持ってるの偉いですね。はい。ってことで、今回タケルをリーダーに置いております。はい。ということで、他、サブたちの方を紹介していこうと思います。いつも通りね、こんな感じで準備いたしましたので、ゼロから編成紹介しながら、編成解説、代用解説、役割解説やっていこうと思います。バッチはね、今回デジモンバッチ使ってますけど、まあ、HP バッチでもいいです。どっちでもいいですね。はい。で、次、サブの紹介いきます。サブなんですけど、まず、消せない覚醒無効回復枠は、こちらでございます。はい。光です、ございますね。これも同じく交換可能なキャラクターでございます。はい、これです。潜在は毒目覚めと遅延耐性2つですね。今回遅延4つね、遅延、してくる敵が多いので、まあ、遅延耐性絶対2つは必要ですね。はい。で、こちら4ターンのスキルで4ターンエンハンスループと回復力ループ、そして消せない覚醒無効回復枠でございます。で、さっきね、回復力現象が結構来るって言ったんですけど、これ光で返せるじゃんと思ったかもしれませんが、いくつかね、あえて返せないところあるので、何も考えず光で返すのはやめた方がいいですね。しっかり立ち回りを確認してからやる方がいいと思います。はい。で、光回復力枠でもありますと。いうことで、これ代用はできますね。もし交換できないよって
方はですね、ポケスナイ覚醒無効回復でいいので、ゼルクレアとか、あとはラクスクラインとか、イシス&ネフティスとか、フレイとか、アマテラスドラゴンとかおすすめです。まあでも交換できるんでね、デジモン染めができるので、光取った方がいいとは思いますね。はい。ということで、ケスナイ覚醒無効にこちら、光を採用しております。はい。で、続いてでございます。続いて、はい。交換可能な流れでいきましょう。はい。オメガモンも交換可能。ってことで、今回、生成ループでオメガモンを採用しております。こちらでございますね。で、さっきのフレンド側と違うのが、まず、聴覚線、スキブつけてます。で、洗剤、ケスナイ回復洗剤をつけてます。このオメガモンを入れてます。これね、まあ、3体入れたうちの一番左に置いてください。スキブ、聴覚性のケスナイ回復洗剤ですね。こちらを採用してます。で、もう一体のサブのオメガモンに関しては、見ての通りこちらですね。属性吸収洗剤と聴覚性ウェイで使ってます。まあ、さっきも言ったけど、聴覚性ウェイは、最悪スキブ足りなかったら聴覚性スキブに変えてもいいですけど、まあ、右二体属性吸収洗剤にするようにしてください。で、もしね、オメガモンがどうしても揃わないという方はですね、報酬オメガモンでもいいです。で報酬オメガモンの場合は、洗剤6枠なんでそこだけ注意が必要ですね。ただまあそんなに大きな違いはありません。はい。今回 HP 過剰になってるし、そんなに大きな本当問題ないんですね。はい。HP だけですけど、HP そんなにたくさん必要ないので大丈夫です。はい。でラストでございます。オメガモンの生成ループでございますね。はい。まあ2ターンの生成ループのキャラクターを使って生成ループするんですよ。生成ループの仕方もね、後でこの後紹介しますけど、今回こちらですね。はい。起動。使ってます。こちらです。起動もね、デジモンのキャラクターでございます。まあ、起動はね、持ってない方いらっしゃると思います。生成ループでアテンとかウルフデイトナもおすすめですね。まあ、起動今回使ってるのは2ターンの6個ずつ4色生成と上限解放スキルが強いからっていうのと、アシスト無効回復枠になるのが強いですね。今回アシスト無効が2箇所かな、来るので、それに合わせて水か光の L 字を組んであげるっていうことをやってます。で、この後ですね、武器についての解説やっていこうと思うんです。武器もすごい今回自由度高いので、しっかり解説聞いてほしいんですけど、その前にね、生成ループについて分かんない方いらっしゃると思うので、改めて生成ループの説明しますね。どういう生成ループをしてるかというと、こっちのね、2ターンの生成ループのキャラクターは、まあもちろん2ターンに一度打てるわけですね。で、こっちのオメガモンに関しては、これスキルがですね、まあ全部で6ターン分あって、そのうち1ターンだけ生成ループできるんです。はい、6ターン中1度だけ生成ループ。で、3体採用してるんで、6ターン中3度生成ループできるわけですね。はい、つまり2ターンに1度なんですよ。だからオメガモン3体と2ターンの生成ループのキャラクターでループできるんです。で、具体的にどういう生成ループをするかと言いますと、まあ、オメガモンが A、B、C といた場合ですけど、はい、まず A の1段階目スキルを打ちます。で、そのスキルと一緒にこちらの起動の2ターン生成ループのスキルを打ちます。で、そうするとですね、次のターン、こっちのね、はい、進化後のスキルが溜まるんですね。これを打ちます。はい、これが1セットでございます。このオメガモン A の1段階目スキルと一緒に起動の生成ループスキルを打ちまして、で、次のターンに、はい、こちらの進化後のオメガモンのスキルを移る。で、次ですね、また別のオメガモン B に移りまして、同じくオメガモンの進化スキル1と一緒に起動の生成スキルを打つっていうのをね、繰り返していきます。はい。こういうことによって、まあ、ループするよということでございますね。はい。ということで、改めて生成ループの解説終わりまして、それでは続いて武器の紹介に移ろうと思います。何度も言いますが、武器かなり自由度高いですから、しっかりと解説を聞いといてください。特にですね、6分の5体はものすごく簡単です。はい。まず行きます。まず、覚醒採用の代用が幅広くあるところから行きましょう。まずなんですけど、はい、リーダーのところから行きます。リーダーにつけてる武器、何武器をつけてるかと言いますと、こちらでございます。はい、美坂美琴武器でございます。これ何役割かっていうと、スキブ1個、チーム HP 2つ、10C です。で、さっき言った通り、HP は割と過剰ですので、まあ、HP ちょっと持って、で、スキブと火力漏れれば OK って感じですね。はい。で、同じく、全く同じ役割の武器がありまして、それが何かっていうと、ここでございます。起動でございます。ここね、美坂美琴もう1個つけてもよかったんですけど、美坂美琴2個ないよっていう人がいると思ったんで、はい、全く同じ武器がありまして、ハロウィン距離ですね。これも同じくスキブチーム HP2 つに 10C 持ってます。で、雲耐性持ってるんですけど、雲はね、タケルが持ってますから、雲耐性。別に関係ありません。普通にスキブチーム HP2 つ 10C 武器として採用してます。で、第4効果なんですけど、まず火力漏れという観点からいくと、ユニコーンガンダムとか、ムイチローとか、ガンビット、シバタチ&ミユキ、あとはおやすみキティとかおすすめでございます。で、もちろん、相互にね、ミサカミコトとかハロウィン距離で代用するのも OK です。で、HP 結構過剰ですから、最悪 HP 減っても大丈夫です。はい。で、ことで火力盛りですね。で、最悪 HP だけを盛るという手もあります。まあ、さっき HP 過剰って言ったんですけど、片方火力盛り、片方 HP 盛りとかにするって手もありで、その場合は、アマコズミとか、ファガンとか、ビクトリーとか、バーテンダークロトビ、イダ、メビウス、ティガ、アッシュ、キリン、アッシュ、ディノ、アッシュとかでも OK です。HP 盛りしてあげてください。
はい。って感じになってます。続いて、まあ、さらに簡単な武器たちに行こうと思います。右3体ですね。つまり、オメガモンの武器なんですけど、これ全部ヘイスト武器使ってます。HP 盛りながらのヘイスト武器ですね。全部しかも3ターンヘイスト武器を使っているんですが、別に、遅延かけたりとか、あと2ターンヘイストに変えても OK です。今回1回層遅延通るので、3ターンヘイスト、3ターン遅延に変えても、役割は全く同じになります。で、しかも、1体2ターンヘイストに変えても全く同じ役割になります。はい。ということで、今回つけてる武器なんですけど、それぞれ紹介していきますが、まず1個目の3ターンヘイスト武器こちらでございます。はい、もう3ターンヘイストといえばって感じなんですけど、はい、こちらでございますね。ハロウィンパイモンでございます。チーム HP2 つに各色泥鏡ですね。今回泥マイナス結構きますから、ハロウィンパイモン優秀です。まとめて内容解説をしますので、このままいきますね。そして続いての武器がこちら。はい、フレンド側につけてるんですけど、どこにつけていてもよくて、こちらでございます。はい、ウルバリン&マグニート武器でございます。これもよく使う武器ね。スキブ3つ、チーム HP2 つ、3ターンヘイストとなってます。で、スキブ3つのチーム HP2 つの3ターンヘイストって結構だいぶ効かないんですけど、さっきも言った通り、超覚醒スキブありますから、それで代用すること全然可能ですね。はい。で、はい、こちらでございます。オメガモン3体目につけている武器がこれです。はい。セルティでございます。で、セルティも別にそんなに優秀ってわけじゃなくて、普通にスキブ2個チーム HP 持ちだ、なだけです。3ターンヘイストなだけです。で、この3ターンヘイストの武器たちなんですけど、まず、2ターンヘイストでも大丈夫なんで、2ターンヘイストのおすすめ言いますね。マーメイドとか、マーベル&マーベルとか、アメリカ&アイアンマンとか、ロイヤルノーチラスとか、メビウスとか、ミズマーベルとか、でございます。で、3ターンヘイストで代用する場合、まあ、3ターンヘイスト、3ターンヘイストで代用する場合は、カレンとか、水着風神とか、水マーベル、バーテンダークロトビー、ゴン、グリーンガチャドラ、オーブ、ミルコ、セブン、セロ、ドフラミンゴ、ダイヤガチャドラ、チャオリン、セルティ、アークベルザ、全長ガとかおすすめでございます。はい。まあ、初手変身できればいいって感じですね。はい。全体的にいけます。で、さっきも言った通り、ヘイストだけじゃなくて3ターン遅延でもいいですから、もう代用無限大ですよ。はい。右3体は代用無限にあるって感じでございます。てか、まあ、武器は全部全体的にかなり今回組みやすいと思います。で、残り1枠ですね。光の武器、ここだけ結構重要なスキルを使っております。はい。今回何を採用してるかと言いますと、こちらでございます。はい。これじゃないわ。はい。こちらでございます。オリーですね。オリーの武器を採用してます。オリーかと思った方、全然安心してください。スキブ2個、回復ドロ、今日オビー。そして、スキルのダメージ無効ですね。こちらを使ってます。で、ダメージ無効スキルが一番重要なので、ダメージ無効がある武器にしてください。代用候補としては、エンジェルとか、エアクル、アマテラスドラゴン、ディアナ、ウイスギ、初音ミク、サンダルフォン、シナモロールの無課金のやつ、黒崎、ディケイドとかおすすめです。今のはダメージ無効があって、かつ回復ドロッキーを持っている武器をおすすめしたんですけど、回復は別に最悪必須ではないので、ダメージ無効あればいいから、代用は無限にこれもあります。はい。で、このダメージ無効を何に使うかっていうと、ボスの半分発狂ですね。一番でかいダメージ、1000万ダメージを受けるために使いますから、まあ、激減スキルとかでも受けれるならそれでも構いません。はい、という感じになっております。これでね、編成の方完成いたしましたので、それでは続いて実際のプレイ動画、立ち回り解説の方を見てもらおうと思います。見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。環境最強オメガモンの最強テンプレ編成でございます。イクダンジョンは新しい最高難易度ダンジョンが更新されまして、10億チャレンジでございます。期間限定のダンジョンなんですけど、称号チャレンジであり、そしてこれ、クリアするとランク経験値1000億もらえます。めちゃくちゃうまいダンジョンです。オメガモンいれば簡単に勝てますから、ぜひとも皆様やりましょう。はい。ということで、1回層めっちゃスキル打つので解説をしていきます。1回層は光変身してタケル変身で3ターンヘイストセルティを打ちまして、で光のエンハンスループ開始します。でハロウィンパイモンを打ちまして3ターンヘイストでタケルのルレットループを開始します。でその後ウルバリン&マグニートを打って3ターンヘイストでオメガモン進化させましょう。その後軌道変身して3ターンヘイストでその後オメガモンを進化後打ちまして進化前も打ちましてで倒していくという形になります。1回層からワンパンでございます。今回の編成、耐久するかワンパンするかの2択みたいなね、究極の2択編成になっております。火力高いんでね、ワンパンできちゃうのが強みですね。はい、今回ね、超知力2000分の1なんですけどね、余裕です。はい、ってことで続いて2階層ですね。2階層ここ超根性持ってるんですよね。で進化後のオメガも打って、まずは超根性まで削ってください。で、ここ注意が必要で、回復現象を食らいます。これ、回復現象、光で返さないでください。今回のダンジョン結構ね、回復現象たくさんしてくるんですけど、あえてわざと返さないっていうところがね、いくつもありますので、何もね、考えずにやってしまうとミスると思います。しっかりと立ち回り解説を聞いてですね。はい、頭に入れてから、もしくは立ち回りしっかり確認してからですね、やるといいと思います。はい。
ということで、さあ、超根性行くと5、4番目にされて覚醒無効が飛んできます。だから光打たなかったんですね。この覚醒無効解除のために光温存で光を打ちますと。で、タケルのルーレットループも開始して、あとはね、生成ループしていきましょう。今回も生成ループは一緒ですね。今打ったのが進化前のオメガモン。そして起動でございます。はい。で、殴っていきましょう。いつも通りですね。進化前、オメガモンと進化後。進化後というか変身後の起動ですね。打って、それがワンセットで一旦で打っていく形ですね。で、その次のターンに進化前で打ったオメガモンが進化後になってるんで、それを打って、で、ループしていくという形ですね。3体いたら、それをね、左から1、2、3と名前つけたら、1、1、2、2、3、3という形で打っていくという感じになります。はい。ということで、続いて3階層でございます。3階層、ここね、今突破時にですね、遅延食らったんで、誰のスキルも上がってないと思います。ここで一旦耐久してください。タケルのルーレットループはあるはずですから、必ず回復用継ぎ石と火と水ですね、削るので、大丈夫でございます。はい。ということで、回復用継ぎ石組みまして、光と火と水は3ゲチでいいです。これで待っていきましょう。結構今回ですね、こんな感じで回復用継ぎ石と火、水、光の3ゲチで耐久するって場面が、多くありますから、これもね、間違いないように注意してください。ワンパンできるからって言って、バンバンワンパンすると、多分ね、どっかで詰まって困ることになります。しっかりと耐久するところは耐久してください。ちなみに今の耐久は、生成ループを復帰させるだけじゃなくてですね、光のターン数を一旦貯めるというね、あの役割も担った耐久でございました。はい。ということで、まあ、光使うのは次のターンなんで、はい。その時にまた喋りますね。ということで、はい。一旦耐久したらですね、オメガモン進化後打ちまして、このままワンパンしていきましょう。今回ね、属性吸収に対しては、属性吸収潜在、右の2体のオメガモンがありますから、それ使って、で、突破していくという流れになります。はい。ということで、続いては、3階層でございます。3階層、あ、4階層でございますね。4階層ダメージ吸収なんですけど、オメガモン、皆さん知っての通り、ダブル吸収、無効貫通、常時発動ですから、ダメージ吸収に対しても、そのままスルーしてワンパンできます。で、さっきも言ったんだけど、さっきのターンですね、しっかりと一旦待ってれば問題ないですが、光溜まってる状態でここは突破してくださいね。はい。まあ、さっき一旦待ってるはずなので大丈夫だとは思います。はい。ということで、さあ。殴っていきましょう。はい、OK でございます。しっかり四つ消し組んで、回復の四つ消しも組んで、これでワンパンしていきましょう。はい、と。OK でございます。基本的にルーレットループが途切れることはありません。敵がルーレットしてくる時もありますからね。それで使って戦っていくという感じになります。はい、5階層です。5階層なんですけど、ここでまた5、4番目に来ます。で、今度の5、4番目は4ターン継続なので、これ待つ必要があります。そして消せないが来ます。このために光打ってください。今はね、木と闇だったから、ちょうどね、今回関係ない。オメガモンに関係ない2色でしたけど、普通に光とか火とか水とか消せなくしてきますので、それ対策で光溜まるようにしてます。で、やっぱりですね、はい、火、水、光と回復四つ消しで耐久するようにしてください。ここまで私のね、立ち回り通りに、ノーミスで来てればですね、ルーレット残ってるはずなので、ここでスキル使わずに耐久することできます。で、もしね、なんか、狂っちゃってる人はですね、もうそれもやっぱり私の立ち回り通りだったら、まあ、オメガモンの進化後のスキルですね、が溜まってるはずなので、それで、盤面作って耐久するというのでも大丈夫でございます。はい。昨日のスキルを使うと回復なくなっちゃうので、ルーレットがない状態と、ルーレットがない状態で起動を打つっていう盤面だけはね、作らないように。そのように立ち回りを作っておりますので、そこ注意してください。はい。ということで、3ターン待っていきましょう。基本的にもう盤面組んで待つだけでいいですけど、まあ、スキル打ちたかったら打ってもいいですよって感じですね。はい。こういう盤面とかは、明らかにちょっと盤面がね、光しかなくて、回復も火も水もないとかは、はい。こんな感じでスキル打ってあげて、で、回復四つ消しにしながら、火と水と光を組むと。はい。こんなんで大丈夫でございます。はい。で、3ターン耐久しましたらですね。はい。あと1ターンですね。でも、この残り1ターンの時に突破しちゃって大丈夫でございますので、行きましょう。このままワンパンしていきます。オメガモン進化前でも進化後でもどっちでもワンパンは可能です。はい。オメガモン打ちまして、起動を打ちます。はい、と。さて、起動打った盤面の時はね、回復四つ消しできないんですよ。はい、盤面回復2個しか作んないからね。だけど、タケルのループがあるから大丈夫というわけでございます。はい。では、回復の四つ消しをしてあげて、はい、と。いいですね。闇、回復。はい、完璧でございます。しっかり四つ消し組んで、回復の四つ消しも組んで倒していきましょう。基本的にね、道中は回復四つ消しだけ組んでれば大丈夫ですね。ボスとかまで来るとトゲがすごい多くなるので、まあ、場合によっては回復四つ消し二つ組んだりするのもありかもしれませんが、道中は一個で大丈夫です。はい、ということで続いてでございます。6階層ですね。6階層、今度は HP 固定されます。これも待ってください。2ターン待って、最後のターンに突破ですね。次のターンですね。大ダメージしてくる敵がいるんですね。はい。それのためにですね、こう、てかまあ、基本的に、難しいダンジョンは、
前のギミックを次の回戦に持ち越さないことが大事ですから、ここ HP しっかりと戻してから突破しましょう。ハイド。ということでいいですね。また回復四つ消しと火水光の三消しで待っていきましょう。生成スキルは使っていいですね。てか、場面ロックされてルーレットも使いづらくなるので、生成スキルはガンガン使っちゃってください。はい。で、四つ消しさえしなければ火力出ないから、耐久が容易なリーダーがね、やっぱ最強リーダーですよ。やっぱ楽ですね、耐久がね。回復四つ消しして、はいと。さあ。で、待っていきましょう。でね、なぜか四つ消しを組んでしまったんですが、違いました。これはですね、進化前のオメガも打ってないから、無効貫通スキルが発動してないから、豆組んだだけですね。はい。倒そうと思って組んだわけじゃないですね。はい。組めてたから組んだだけです。はい。ということで、さあ、これでね、HP 固定、残り1ターンになりました。これでもう突破していいですので、はい、オメガも進化前打ちまして、で、起動打ちまして、これで殴っていきましょう。はい、いきます。さあ、四つ消し組んであげて、これで突破していきましょう。はい、と。さあ、いきます。なるべく少ないドロップをですね、縦に、横に敷いてあげて、で、あと多いドロップを縦にすると組みやすいのかなと思います。はい。さあ、ということで、はい。これでいいですね。殴っていきましょう。はい、OK ですと。よしよしよし。これで倒していきましょう。はい、落ち込んのって。はい、ワンパンでございます。まあ、ワンパンじゃないですね。耐久した後、ぶっ飛ばすと。続いては7階層でございます。7階層、ここね、アシスト無効をしてきます。で、ダイナメージ飛ばしてくるんですけど、ワンパンしちゃうんで関係ありません。水か光で L 字を組んで倒していくという流れになります。で、L 字で、ね、水か光、組んでください。ドロップ数数えて、どっちがいいかはね、場面によると思います。で、L 字の、立てる部分ですね、が内側になるように組むと、場面組みやすいかなと思います。こんな感じね。四つ消しを2個しまった状態、L 字の内側に L 字を2個ね、あ、四つ消しを2個しまった状態にすると、組みやすいかなと思います。まあ、人によると思いますけどね。はい。OK でございます。こんな感じで、四つ消し4つと L 字組めばワンパンでございます。はい。おすすめはこの L 字内側に向けて、で、その L 字の中にウェイを2つ入れとくっていうのがおすすめですね。はい。ってことで突破いたしまして、続いては8階層でございます。8階層はここですね、ダメージ吸収してきて、で、攻撃力減少もしてきて、で、覚醒無効もしてくるんですけど、なんとね、ダメージ吸収はずっとループしてるし、で、攻撃力インハス、デバフもね、はい、光で返せちゃうし、覚醒無効も光で返せちゃいます。ここは光打って、で、タケルも打ってください。で、倒していきましょう。はいと。さあ、四つ消し組んで、四つ消し組んで、四つ消し組んでと。はい、いいですね。さあ、しっかりと四つ消しを組んであげて、はい、OK でございます。突破していきましょう。で、まあ、これね、どんな編成にも言えることなんですけど、無理なね、組み直しはしないの大事ですね。今とか、組み直したらもっといい場面になるなって時も、組み直しはしない方がいいですね。もう3色と回復四つ消し消せてれば、もうそれで満足した方がいいです。はい。ということで、続いてでございます。続いて、9階層なんですけど、ここ遅延飛んできます。はい、2ターン分ですね。ほぼ1ターンでしたけど、2ターン分です。なので、2ターン耐久した後に突破してください。突破するって言ってもね、ワンパンすることが結構困難です。全員、上限減少食らってますから、まあ、2ターン耐久した後に、まあ、2パンぐらいして倒していくっていう形ですね。はい。まあ、耐久中に一発殴っとくのもまあいいですけど、余計なことせずに2ターン待ってから殴り始めるのが安定かなと思います。はい。ということで、さあ、はい、待って攻撃を受けていきましょう。はい、はいと。いいですね。攻撃受けました。で、続いてでございます。はい、また光と火と水を3消しして、回復は4つ消しして待っていきましょう。はい、OK でございます。多少ね、4つ消ししたところで、別に削れませんから、上限減少でね、問題ありません。はい、OK ですね。よしと。さあ、おしゃれにね、回復4つ消しと木の脅し組みましたけど、まあ、そんなにいらなかったですね、回復はね。はい、ということで、さあ、2ターン耐久して、この階層来たところの状態に戻ってます。遅延食らう前に戻りましたので、では、殴っていきましょう。生成ループを開始します。間違いないようにしてほしいのが、まずね、残ってたら、進化後のオメガモン残ってたらね、進化後のオメガモンから打ってくださいね。ちゃんと前の、階層の生成ループの続きからループ始めてくださいね。狂っちゃうので。はい。さあ、ということで、はいと、殴っていきましょう。はいと。さあ、四つ消しもう一個組めて、ね。もう一個、
2個取ろうとしたらね、1個持ってきませんでしたね。2と追うものは1とも得ずですね、これは。はい。ってことで、まあ、さっき言った通りね、ここの階層は2ターン耐久した後殴り始めるんですけど、まあ、大体こんな感じで残ってしまいます。全体攻撃とか入れれば違うかもしれませんが、かなり上限現象食らってますから、はい。まあ、2体目のオメガモンの上限解放をする感じで倒していくということになると思います。はい。まあ、別にここはワンパンしてもツーパンしてもいいです。はい。では、四つ消ししてあげて、四つ消ししてあげて。はいと。さあ、四つ消ししてあげて、いいですね。これで殴っていきましょう。はい、OK でございます。よし。はいと。いいですね。よし、突破でございます。ということで、続いてでございます。はい、続いては、10階層ですね。10階層、ここなんですけど、まずね、打たなくていいものがあります。タケルと光は打たなくていいです。特に回復力ね、ゼロにされるんですよ。なんだけど、ちゃんと HP 満タンにして突破してればですね、この HP で自動回復とかなしで受けれちゃいます、攻撃。なので、大丈夫ですからね。打たなくていいですから。はい。さあ、ということで、四つ消ししていきましょう。タケルも光も不要です。で、これね、超根性パズル教室なんですよ。で、特にね、パズル教室でルーレットが邪魔になる可能性があります。まあ別にそんなに大した変わりはないんですけど、特にパズル教室緊張するところではありますから、余計なね、ルーレット作らないようにする方がいいですね。はい。ある分には別に問題ないです。ルーレットあるからといって不利になるだけで、別にダメってわけじゃないですね。はい。ということで、超根性まで削るとパズル教室ですと。はい。で、パズル教室はね、2回あるんですけど、ゼロコンボするだけですね。はい。裏修羅のルシファーと同じなので、そんな難しくないです。しっかりと盤面見て、どこがくっついてるのか、どこをどうすると崩れるのかですね。確認して。で、指すごい長いですから、もう手離す前にかなりじっくり見て、本当に大丈夫か最終確認するといいと思います。はい。次はこちらでございます。ちょっと闇がすごい固まってる形でついてますね。はい。さあ、これも分割していきましょう。はい。ここね、私はゆっくりやりました。怖かったんでミスが。はい。こんなところでミスるのは本当にもったいないので、あんま生きらずね、はい。安定に行きましょう。はい、OK でございます。しっかりと手離す前に確認もしてね、はい、突破と。いうことで続いて11階層でございます。11階層からはですね、今までのボスラッシュみたいな感じになってます。で、特に強い敵いないんですけど、まあ、途中でね、遅延してくる敵がいるんで、そこのところだけ後で注意必要ですっていう話をしますね。この敵はしてきません。ここはツーパンするだけでございます。はい。オメガモンの進化後打ちまして、進化前打ちまして、起動を打ちまして。はい。では、殴っていきましょう。はいと、回復を四つ消しして、光四つ消し、で、水四つ消し、火四つ消しと。はい、いいですね。よしと。はい。なんかわちゃわちゃしてますけど、水の四つ消しまで組みました。回復四つ消し、四つ消したくさん。これでぶん殴っていきましょう。まずは超根性まで削っていきます。基本的に HP ギリギリ足りないとかいうことないぐらいね、HP 高いですから、問題ありません。はい。攻撃して、インフェルノオーラ。はい、どう。さあ、いいですね。見ました。はい。では、光打ちまして、エンハンスデバフですね。返していきましょう。本当はね、これね、光打ちたくないんですけど、光打った方が早く突破できるので、打ってます。はい。ってことで、皆さんも打って大丈夫です。はい、今、惑わすようなこと言っちゃったかもしれないけど、打たなくていい、大丈夫。打って大丈夫ですからね。はい、すいません、余計なこと言って。はい、ということで、回復四つ消しと、他の色四つ消しして、このまま、スーパンしていきましょう。はい、OK でございます。よしと。はい、突破。続いては、12階層でございます。さっきね、百式のボスでしたが、次はですね、はい、千獣でございます。のボスでございます。ここも、ただ2パンするだけですね。超根性後はね、76番面とかコンボ現象とかしてくるんですけど、こっち無限コンボ加算リーダーですから、何の怖みもなりません。はい、オメガモンを打ちまして、起動を打ちまして、殴っていきましょう。はい、行きます。場面チェックして、はい。水四つ消し、光四つ消し、火四つ消し、回復四つ消し、火四つ消しと。はい、OK です。で、水まで四つ消ししちゃいましょう。はい、いい盤面ですね。回復、火、水と。よし。さあ、超根性まで持っていきましょう。はい、はい、はい。はい、OK と。さあ、削りまして、超根性。で、76番面されます。で、コンボ現象食らいますけど、さっきも言った通りね、関係ないですから、こっち無限コンボ加算ですから、コンボ現象何にも怖くないですし、ただね、四つ消しすればいいだけですから、安心してください。はい、オメガも打ちまして、四つ消ししていきましょう。さあ、行きます。
はい、四つ消しと。はい、でさらに光も四つ消し、いいですね。はい、であと余計なことしてね、あのくっつかないようにだけ注意してください。はい、これ光くっついてますね、こういうの良くないので、こうならないように、はい、気をつけてください。これミスりましたね、完全にね。ただ、別に死にはしないんで、ミスってもパズルね。火と水と光を消してて回復を四つ消ししてれば死にはしないので、別に通過してもいいですから、水って言っても焦ってさらに悪化しないように気をつけてくださいね。はい。基本的に3色と回復を四つ消してれば、組み直す必要ないと思ってください。次のターン頑張ればいいやぐらいの気持ちでやった方が勝ちやすいと思います。勝率上がると思います。はい。ということで、回復四つ消しして、さあ、また四つ消ししていきましょう。四つ消し。はい。お邪魔も四つ消ししてますね。さあ。で、火も四つ消しして、水も四つ消ししてと。はい、OK でございます。回復はね、くっついちゃったんですけど、まあ、自動回復で 30% 回復もありますから、問題ありませんね。はい、ということで、これで突破していきましょう。はい、OK ですと。いうことで、13階層でございます。ここ、13階層なんですけど、超根性後に遅延が飛んできますので注意してください。どう気をつけるかっていうと、ルーレットループを開始しとくことですね。はい、今ちょうどタケル溜まってると思います。タケルがある状態で、タケルとね、ルーレットが2ターンある状態で、しっかりと超根性を持っていくと安心でございます。はい、ということで、タケル打って、オメガモン打ちまして、さあ殴っていきましょう。はい、いきます。はい、四つ消しして、四つ消しして、はい、四つ消ししてと。あ、ちなみにこれ今5、4番目の時に、ルーレットループまた打ちましたけど、まあ、一応、あれですね、5、6番目の時に打った方が安全でしたね。7、6番目でルーレット作ると、枠外にね、ぶっ飛んじゃう時ありますから、まあ、一旦待ってから、これ、オメガ、タケル打った方が良かったかもしれないですね。この場合はね、今の場合はね。はい。で、これで、まあ、今回は大丈夫だったんで、5、6場面内にルーレットもあって、で、超根性行って、で、遅延飛んできますと。はい。さあ、で、今ね、2ターン、最大2ターン遅延食らったと思いますので、2ターン待ちましょう。はい、盤面でルーレットパズルして、2ターン待って、遅延食らう前の状態に戻しましょう。はい、水組んで、回復四つ消し組んで、火組んで、光を組んでと。はい、これで OK でございます。はい、安全に待っていきましょう。はい、しっかりとね、盤面も確認して、結構ね、この盤面パズルね、あ、火組み忘れたとか、やっちゃいますので、あ、本当にそんなことあるわけないじゃんと思うかもしれないけど、やりがちなんで気をつけてください。はい、ということで、一旦耐久して、もう一旦耐久していきましょう。はい、この階層もね、別に急ぐ階層じゃないので、安定をとってくださいね。回復四つ消し、火組んで、光組んで、水組んで、はい、OK ですね。これでまた待っていきましょう。よしと。はい、OK です。よしと。さあ、コンボ現象です。攻撃を受けて。さあ、ではまた殴っていきましょう。はい、オメガも進化前、そして、はい、起動打って殴っていきましょう。はいと。いきます。水四つ消し。回復四つ消し、光四つ消し、火四つ消し、です。はい、光もう一個取っていきましょう。はい、いいですね。しっかり四つ消しして、で、これ水が五消しになっちゃったかな。まあいいでしょう。前、さっきも言ったけど、別に焦る階層じゃないですから。て焦る階層ないですから、今回。はい、ゆっくり行けばいいです。はいと。さあ、では行きましょう。オメガモン進化後、打ちまして、殴っていきましょう。さあ、行きます。はい。水四つ消し、光四つ消し。はいと、火四つ消しと。はい、いいですね。OK です。よしと。はい。これで突破していきましょう。さあ、続いてでございます。いよいよです。14階層でございます。はい、今度は闇の敵でございます。協調の敵かな、これは。はい。協調流かな、でございます。ここもただ殴るだけですね。で、アシストロックを初手してきますから、L 字組んでください。で、殴ってあげてください。はい。で、これね、超根性後に光打つことになります。回復現象来ますから、回復現象を安定して突破するために光打ってください。ちなみに、ここの超根性後の光を打たないと、ボス戦がすごく楽になります。
けどまあ普通に打った方がいいです。あの回復力 10% とかにされるのかな。今回回復現象0にされるとか 5% とか 10% にされるとかばっかですから、基本的に回復現象あるときは回復できないぐらいの気持ちでいた方がいいですね。はい、あの山っちょろいですね、回復現象じゃないので今回のダンジョンは。そこだけ注意してください。はい、でこれもねさっき言ったやつと同じですね。はい、こんな感じで、はい、L 字を内側に向けて四つ消しを中に2つ入れて、で残りの半分ですね、で四つ消しをまた組むという形で組むといいですというやつです。ございます。はい、削っていきます。まあ、削れませんでしたね。今四つ消しが3つしかなかったかな、少なかったから無理でしたね。まあいいです、別に。はい、さあで殴っていきましょう。オメガモン進化後を打ちまして、である程度暗闇確認してから殴るといいですね。はい、あとはまあ十字持ってくるのもありかもしれませんが、そんなに暗闇気にならないので大丈夫かなと思います。はい、3色人ですか、4色人ですからね。4色人だけど、まあでも回復が四角いから、まあ、実質3色しかないですから、はい、1色しかないやつを持ったりとかするともう別にそんなに困らないような場面ですからね。はい、さあということで、はい、OK でございます。回復四つ消し2個組めたんで組んで、四つ消しも組んで、これで殴っていきましょう。はい、 OK でございます。はい、削って攻撃を受けて、まあね、超重力2000分の1ですから、なかなか削りは浅めになりますね。はい、ってことでオメガも進化させて軌道打ってまた殴っていきましょう。はい、盤面チェックして、はいと、さあ、四つ消しと。いいですね。さらに水取ってきて、と。はい、完璧です。さあ、四つ消しと。さあ、これで 50% いきますかね。で、50% いったら回復現象してくるわけでございます。はいと。回復力 10% ぐらいかな。です。これ光で返していきましょう。はい、でさっきも言ったけど、ここで光を打たないとボス戦が楽になるんですけど、ここの回復がすごくしんどくなるので、てかまあ 10% しかないですからかなりきつくなるので、まあ、ここは光打つのが安定ですというわけでございます。安定して勝ちましょう。はい、ということでオメガも進化を打ちまして、さあ殴っていきましょう。四つ消しと。はい、いいですね。ということで、回復まで組めたんで組んどきました。これで殴っていきましょう。はいはい。はい、いいですね。削っていきまーす。よしと。さあ、攻撃を受けて。はい。では、オメガモン打ちまして、軌道打ちまして、殴っていきましょう。はい、いきます。はい、盤面チェック。いいですね。四つ消しして、はいと。よし。はい。さあ、回復、火、水と。はい、OK です。四つ消ししてと。いいですね。これで殴っていきましょう。ということで、これで倒したら、もういよいよボスでございます。ボスもね、なかなか、あの、癖のあるボスでございます。で、まずシールドを6個貼ってくるっていうのと、あと半分時のですね、ダメージが1000万です。クソデカダメージですので、普通に受けることが不可能ですから、はい、オメガオメガで大体、あ、この編成だと大体、何万かの、一十百千万、90万、100万ぐらい HP ないと、まあ、耐久できないですから、ここはですね、ダメージ無効スキルを打ちます。で、どこのダメージ無効スキルを打つかっていうと、ここはですね、光の裏のスキルを貯めるのですね。はい。なので、ここは、まあ、シールドはちゃんとバッチリね、ガンガン削っていって、で、シールド全部壊し終わったら、スキルダメって形になります。はい。さあ、ってことで、まずはシールド壊していきましょう。といっても、まあ、オメガモンがシールド破壊のスキル持ってますから、結構ガンガン削れます。で、特に進化後のオメガモン打った時は、シールド削りやすい。で、進化前のオメガモン打った時は、結構ガッツリパズルすると削れる、倒しきれるって感じでございます。はい。まあ別に倒しきれなくても問題はないです。はい。なんかね、これシールドの、削るターンが何ターンかによって行動が変わるみたいなんですけど、マックスターンかけてしまっても問題ないのでご安心ください。はい。まあそんなかかることは絶対ないです。なぜなら、オメガモンがシールド破壊するからですね。で、しかも、オメガモン打ったターンしっかり壊してくるから、1ターンで2枚壊せるんで、絶対大丈夫だと思ってください。はい。さあ、まあ1回ぐらいミスっても全然大丈夫ですね。はい、オメガモン打って、軌道打って、
はいと、サクサクと壊していきましょう。サクサク壊すけど、超根性いくのは、ゆっくりね、してください。はいと。さあ、行きます。はい、光を継ぎし、火を継ぎし、回復を継ぎし、水を継ぎしと。で、火を継ぎしして、光を継ぎして。はい、OK でございます。完璧ですね。四つ消し、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 四つ消しと。はい、これで殴っていきましょう。はい、これ一応デバフ食らってる状態なんですけどね。しっかりシールド壊せます。完璧です。よしと。さあ、シールド残り2枚ですけど、メガモン打ったら、もうシールド1枚壊れますから、残り1枚ですね。はい、打っていきましょう。思ったよりもですね、これ時間食いますから、あれですね、光の裏のスキルが溜まりやすいですね。はい、ってことで四つ消しして、四つ消しして。はい。さっきの階層で光をね、打たないと楽って言ってたのは、そういうことでございます。さっきの階層で光打ってないと、すごい光が溜まった状態になってますから、あんまり耐久せずに突破できたというわけでございますね。はい。よし。ってことで、シールド全部壊し終わりました。はいと。さて、こっからはですね、回復四つ消し、火光、火水光ですね。三消しで待っていきましょう。で、はい。これね、シールド壊し終わった後に、トゲめっちゃ作っていきます。このトゲの個数がですね、何ターンでシールド全部壊したかによって変わってくるということでございますが、まあ別に、こっち回復力とバカ高い編成ですから、そんな問題ありません。で、しかも今回に関しては、別に、急いでないというか、むしろ削っちゃいけないような状況なので、回復四つ消しと火、水、光さえ消せれば OK ですね。で、この場面なんかもうめちゃめちゃ組みやすいですから、はい。回復持ってずらすだけですから、楽ですね。はい。ということで、一応ね、確認してます。で、はい、回復四つ消しして、はいと。さあ、脅しまで組んで、完璧です。これで待っていきましょう。よした。はい、OK でございます。はい、攻撃を受けて。で、また、待っていきましょう。回復四つ消ししながら、火、水、光ですね。で、ここね、カットしてもいいんですけど、どれぐらい削れるかっていうのがね、わからないと怖いと思うんですよね。なので、あえてカットしません。はい。皆さんのためですね、にカットしません。どれぐらいの火力でどれぐらいで削るかっていうのをしっかり見といてください。デバフ中とデバフがない時でも変わってくるので、しっかり見といた方がいいと思います。はい。まあ、大体ね、3パンで、倒せるかなっていう感じで、やってたんですけど、思ったよりもですね、削れなかったり、思ったより削れたりっていうのがしますから、これね、見て確認した方がいいと思います。はい。さあ。ということで、さあ、盤面で回復を告げしながら、火、水、光組んでまた待っていきます。俺、スキルね、ガンガン打ってもいいんですけど、さっき言った通りね、3パンで超工場いけるぐらい柔らかいと敵を持ってたので、はい、あえて、オメガモンのスキル打ってません。打ってもよかったですね。正直そんなにガンガンは削れないですので、安心してください。はい。試しに一発二発に削ったところで問題ないので、どっちみちね、軽減スキル打たなきゃいけないですから、超根性行くとき。確認しとくのはいいと思います。どれぐらい削るか。はい。ということで、四つ消ししながら、あれ待っていきましょう。回復四つ消し、火、光、水と。はい。さあ今四つ消し組みましたね。四つ消しいくつか組んで、で、削りこんなんですよ。はい。まあこれ今、オメガも進化前の方ですから、200億解放ですけど、まあでもこんな削りですよ。まあ、本気で、まあね、パズル組んだらもうちょい上組めると思いますけど、こんなもんなんで、試しに削ってみるのは全然問題ありません。はい。ってことで進化後のオメガも打ちまして、また殴っていきましょう。あ、進化前ですね。これ進化前のオメガも打って殴っていきましょう。はい。あ、ってことは、さっき打ったのは進化後のオメガもか。で、今の削りか。はい。でございます。上が少ないとこんな感じなんですよね。はい。ということで、しっかりと、はい。殴っていきましょう。よしと、四つ消し組みすぎると削りすぎる懸念があったので、まだ四つ消し組みすぎないようにしてますね。はいと。さあ。では、行きましょう。オメガモンを打ちます。はいと。んで、はい。回復四つ消ししながら、待っていきましょう。はいと、回復を。あ、で、これマイナスドロップが邪魔だったんで、マイナスドロップだけ固めて消しましたね。で、別のところで回復の四つ消ししようとしてるって感じですね。はい。よした。いいですね。綺麗に組めました。さあ、回復四つ消ししながら削っていきましょう。はいはいはい。よした。いいですね。
はい、攻撃受けて、もうすぐデバフも終わりますね。で、これ、気をつけてほしいのが、さっき見た火力は、デバフ中の火力ですから、デバフ切れたらどんな火力になるかね。それもね、まあ、自分の目で確かめるぐらい、HP 敵残しておくといいですね。あんまりギリギリまで追い詰めちゃうとよくわかんなくなっちゃうんで、気をつけてください。はい、回復を継ぎして、まあ、ギリギリまで追い詰めてればいいですけど、中途半端に残しちゃってると、ね、スキル打った後に残っちゃうってことがありますから、そこだけ注意してください。はい。よしと。はい、いうことで、まだ待っていきましょう。はいと。で、攻撃を受けて、さあ、行きます。オメガも進化後撃ちましてと。さあ、殴っていきましょう。はい、回復を継ぎし、火、水、光と組んでおります。はい、いいですね。はい、OK ですと。よし。回復を継ぎし、火、水、光。はいと。よーし。はい、ティザースロークロー。はい、これでデバフなくなりましたね。オメガモン進化後、進化前、起動。はいと。よし、待っていきましょう。回復を継ぎし、火、水、光と。いいですね。さあ、OK でございます。待っていきましょう。はい、回復を継ぎしね、絶対2個いらないんですけど、まあ、ボス戦ちょっと気合が入ってね。組んでしまってますね。はい。よしと。さあ、では攻撃を受けて、はい、オメガモン進化後撃ちまして、はいと。そうですね、タケルのループね、しないとね。はい、こういう時に限ってね、回復3つしか作ってませんからね、今、陣でね。ちょっと焦ったけど、しかもルレットなかったから焦ったけど、タケルちゃんとループしてました。よかったです。マジで絶望した一瞬。はい。ということで、しっかりと、はい、四つ消しを組んであげて、はい、火、水、光、回復の四つ消しと。はい、OK でございます。で、待っていきましょう。でも、ほんとそろそろだと思いますね。はいと。さあ。はい。多分、次か次の次ぐらいにスキルが溜まると思うので、はい、いよいよでございます。はい。オメガモン進化後のスキル打ちまして、まあ、次の次かな多分、次溜まるのかなはい。ぐらいだと思います。いきます。はいと。さあ、火の四つ消し、水の四つ消し。で、はい、回復の四つ消し。はいと。OK でございます。もういよいよなんで削りに行ってますね。で、こんだけ削れてるんで、さすがに1200億のオメガモンじゃなくて、200億のね、600億のオメガモン打ちました。はい。さすがに削りつきそうだったんでね。あれ、すんごいギリギリです。ちょうどよかったですね。むしろ危なかったレベルですね。ちょうどいい調整ができました。あとは、もう軽減スキル打って超根性いくだけですね。はい。で、今見ての通り、ちょっと危険なところまで削ってしまっているので、ここはですね、盤面で回復四つ消しと火水光組んで待つことにしました。はい。勢いでいっちゃいそうだったんで、半分ね。半分いっちゃ困りますから、はい。いかないように、出しました。で、この毒もね、はい、消しといて。はい、OK でございます。まあ、これだったらさすがにいかないよね、半分ね。はい、四つ消しがバカみたいに降ってきたらやばかったかもしれませんけど、大丈夫でした。ということで、これで、はい、スキルが溜まりました。半分用のスキルですね。さあ、光の裏のスキルを打ちまして、はい。で、これですね、無効貫通スキル切れたんですよね。で、ループが狂っちゃうんですけど、これは今、進化後のオメガモン、を打つか、それとも進化前のオメガモンを打つかを悩んでます。まあ、結局、どっちにしたかっていうと、進化前のオメガモンを打って、で、あと、起動打って、で、殴りました。あ、1個温存ですね。進化後オメガモン1個温存という形にしました。はい。まあ、結果的にその方が、ボス倒しやすかったんで、よかったですね。はい。皆さんも同じ状況になったら、迷わず1個切り捨てていいと思います。さっきも言ったけど、ボス、大体 50% 削るの本気でやれば3パンくらいで削れますから、ならね、この後実は2パンしてるので、オメガモン2体打てるからね。はい。なので、3体いるオメガモンの一番最後のオメガモンですから、もうそこまでループすることはないだろうというのをね、はい、考えて、今回は1体オメガモン温存した状態で、はい、ループ崩して殴りに行っております。はい、これが安全かなというね、はい、そういう結論に至りました。はい、ということで、四つ消し組んであげて、これで、超根性まで持っていきましょう。7億になってんのは、さっき言ったね、ダメージ無効スキルのおかげでございますね。はいと。よし。さあ、これで超根性まで削りまして、はい、大ダメージが飛んできます。
はい、指検証、指固定ですから関係ありません。はいと。よし。さあ、では、殴っていきましょう。はい、オメガモンの進化後を打ちます。で、光消せないしてるじゃんって思ってるかもしれないんですけど、回復洗剤、消せない回復洗剤つけてますからご安心ください。はい、オメガモンは、一番左のね、一体が消せない回復洗剤になってます。これ一番左のやつにしてくださいね。あの、属性吸収洗剤を、あの、右二体にしたいですから、左の一体を消せない回復洗剤にしてますというわけです。はい、ではしっかりと四つ消し組んで、はい、光の四つ消しも、はい、組めておりまして、これで殴っていきましょう。はい、OK でございます。ということで、もうこれで 25% 以上削ってますね。で、はい、ラストでございます。まぁ、ちょっとね、これ、進化前オメガモンと軌道だけだったら不安だったかもしれないんですけど、今回は、温存した、こちらの進化後オメガモンいますから、全部撃ちまして、あともうぶん殴るだけでございます。はい。さあ、では行きましょう。タケルも撃ちまして、ルーレットループで、あとは決めるだけでございます。しっかりミスらないようにパズルある程度考えていきますと。はい。さあ、回復四つ消しして、火、水、火、四つ消し、水も四つ消し。はい。で、光も四つ消しできそうなんで、四つ消ししておくと。はい、OK でございます。はい。それでは、これで手を離して、これでぶっ飛ばして、おしまいでございます。道中サクサクで、ボスだけね、あの、耐久したので、まぁ、ちょっと時間かかったって感じでございます。はい。よかったら、参考になったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説、やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、タケルに、ミサカ・ミコト、ヒカリに、オリー、キドにハロウィンキョーリー、オメガモンにセルティ、オメガモンにハロウィンパエモン、オメガモンにウルバリン&マグニートです。継承全部スキレベ1で OK で、必要 HP1 回総時点で21万程度ですね。この編成少し過剰になってます。必要スキブは30、この編成は31ですね。バッチはデジモンバッチですね。HP バッチでも OK です。リダフレン逆は OK で、属性吸収に注意してください。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が10個、帯つけてください。で、まず、ミサカ・ミコトと、このハロウィン距離全く役割同じで、スキブチーム HP2 つと10シーンが役割ですね。スキブ HP 注意して、火力盛りで OK です。代用候補はハロウィン距離と同じです。で、ハロウィン距離、こちらスキブとチーム HP2 つと10シーン役割ですね。同じくスキブ HP 注意して、火力盛りで OK です。で、この2箇所合わせて、チーム HP 4つ、スキブが2個埋まれば何でも OK ですね。で、火力盛りだったら、ユニコーンガンダムとか、ミサカ・ミコト、ムイチロー、ガンビット、柴田達也&みゆき、ゴーテン、トード、おやすみキティとかおすすめです。で、チーム HP 盛るんだったら、アマコズミとか、ファガン、ビクトリー、バーテンダークロトビ、イダ、メビウス、ティガアシュ、キリンアシュ、ディノアシュとかおすすめです。続いて、オリーですね。こちら、スキブ2個の回復努力を帯ダメージ無効役割です。ダメージ無効スキルで OK で、回復盛れるとなおよしって感じですね。エンジェルとか、エアクル、アマテラスドラゴン、ディエナ、上杉、初音ミク、サンダルフォン、シナモロール、無加減武器の方、黒崎、ディゲイドとかおすすめです。で、回復盛りは必須ではないので、他にも代用はたくさんあります。ダメージ無効を優先してください。続いて、セルティでございます。というか、まあ、右4つがヘイストで全部役割一緒です。セルティがスキブ2個、チーム HP2 つ、3ターンヘイスト。ハロウィンパイモンがチーム HP2 つ、各色ドロキョウ3ターンヘイスト。ウルバリン&マグニートがスキブ3つ、チーム HP2 つ、3ターンヘイストですね。右3つの武器は全部ヘイスト武器で採用してます。この3つでチーム HP が6個にスキブが5個、埋まれば何でも OK ですね。で、威嚇通るんで1体威嚇にしてヘイストじゃなくしても役割は同じになります。で、1体2ターンヘイストにしても同じく役割は同じになります。3ターンヘイスト全部使ってますけど、2ターンヘイスト入れたりとか威嚇入れたりとかしても大丈夫ってことですね。で、今回2ターンヘイストと3ターンヘイストだけ紹介してます。2ターンヘイストおすすめがマーメイドとかマーベル&マーベル、アメリカ&アイアンマン、ロイヤルノーチラス、メビウス、ミズマーベル、アイアンマンとか代用たくさんあります。で、3ターンヘイストの代用候補としてはカレンとか水着風神、水マーベル、玉子、バーテンダー黒飛び、ゴム、グリーンガチャドラ、オーブ、ミルコ、セブン、セロ、
ドフラミンゴ、ダイヤガチャドラ、チャオリン、セルティ、アークビルザ、ゼンチョウガとかね、たくさん代用あります。ここら辺は本当にもういくらでも代用できるところでございます。ヘイストがあってチーム HP 漏れれば OK ですね。続いて本体代用のための役割です。まずタケルですね。これリーダーとルーレット上限解放自動回復ループになってます。まあこれ交換可能なんで、まあリーダーですから交換するしかないかなって感じ。あ、リタクレ逆は OK ですけどね。で、続いてヒカリです。これスキブ3つの回復力枠ですね。で、1段変種と変身時持っていて、血内覚醒無効回復とエンハンスループになってます。これも交換可能です。で、スキブと回復力と HP 注意して、ゼルクレアとかラクスクライン、イシス&ネフティス、フレイ、アマテラスドラゴンとかでも OK です。そして起動でございます。これ生成ループですね。スキブ4つ、火力枠、アシスト無効回復枠で生成ループです。アテンとかウルフデイトナでも OK でございます。そしてオメガモンです。これスキブ2個火力枠の上限解放生成ループが役割ですね。これダンジョン報酬の方でも火力十分だし、 HP も余裕あるので大丈夫です。もちろんこれも交換可能なんで、できれば交換した方がいいですね。ちなみに洗剤なんですけど、属性吸収2体と血内化学洗剤になってます。で、血内化学洗剤は一番左側にしてください。属性吸収を最後にする方がね、ちゃんと火力通りますから、はい、こう注意してください。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。